ではホームの甲府スターティングメンバーです。前節から1人のみの変更です。ゴールキーパー川田、最終ライン関口、井上、蓮川、須貝、ダブルボランチは林田と佐藤、そして2列目は右に竹富、左にジェトゥリオ、トップ下は長谷川、ワントップにここまで8ゴールのピーター・ウタカが入っています。一方アウェーの山口です。メンバーを2人入れ替えてきました。ゴールキーパーは関、最終ラインは高橋、松本、ヘナン、沼田、中盤は上垣と矢島のダブルボランチ、右に吉岡、左に田中、トップ下は川野、ワントップに大月が入っています。そして今節はエスナイデル体制の初陣ですね。そうですね、監督が変わってね、どのような変化が起きるのか、まあ、立ち位置も含めて見てみたいですよね、はい。基本行く姿勢は見せてますけどもね、山口は。そうですね、はい、そして1本裏を狙っていくスピードのある竹富、右サイド通りましたね、はい、中には宇高、ニアサイド宇高、ゴール前長谷川もいます。その長谷川へ落としたボール、後ろから佐藤のシュート、これはポスト、佐藤和弘、佐藤の持ち味が出ましたけどもね、右足振り抜きました、はい。まあ、少しこぼれ球になったところで迷わずね足振りましたけども、まあ、彼のキックの精度やはり高いですよね。枠に飛ばしてきますからね。キッカーは10番の長谷川。まあ、このゾーンの作り方もかなりね高いですよね。そうですね、はい、かなり高いラインを敷いています。山口、間を狙ったヘディングシュート、井上、井上志音のヘディングシュート、ドンピシャでした。タイミングがねドンピシャでしたけどもね、はい、高いこのラインのこの間ですよね、キーパーとディフェンスラインの間、そのマークに対してジャストでプレッシャーいけるときはいいんですけども、はい、まあ、遅れていくとその背中のスペースを使われますから、はい、まあ、プレスが中途半端にならないことですよね、はい。吉岡から縦に入った川野のシュート、大月、ましたね、大月のシュート、反転して左足、ゴールの枠は捉えられませんでした。須貝と1対1ですね、吉岡のマッチアップ、いいボールだ、スイングのボール、セカンドボール、矢島、沼田、まだ中には2枚います。このボールがヘディング、そのまま流れてゴールラインを割りました。面白いボール上げましたけどもね、はい、川野に会えばという、はい、この沼田のキックの精度も高いですし、はい、バランスよくね中でニアファー人が詰めてましたから、はい、須貝がこの位置です。前を向く1対1、高橋と須貝のマッチ、ホイッスルがありました。あ、ここで高橋にこれ2枚目のイエローカードになります。そしてレッドカード2枚目、退場となりました。まあ、今ね、こう須貝も味方のサポートがなかったので、まあ、縦に仕掛けたんですけども、はい、まあ、この先に体を入れたところをどう取るかですよね。そうですね、はい、林田、左、須貝が空いています。須貝も徐々に高い位置取り出しましたよね。そうですね、はい、斜めのパス、長谷川、林田です。後ろから須貝がミドルシュート、来た、須貝の右足一閃、キャプテン須貝の一撃、甲府先制、64分、見事なゴールが決まりました。須貝秀弘、いや、迷わず足振りましたね、はい、今シーズン2ゴール目を挙げました、はい。まあ、ここでサイド一度起点を作って斜めでねライン間でいいところで球を受けてセカンドボールになったんですけども、迷わず須貝がね右足を振り抜きましたよね。見事ですね。今度はアウトスイングですね。そうですね、ゴールから離れていくボール、はい、長谷川のキックです。宇高はファーサイド、今度はニアに入れた、ね、三平のヘッド、ニアで合わせた三平和志、今シーズン5ゴール目、早い時間に追加点を奪いました。甲府67分です。コーナーキックから
三平和志のヘッド、角度のないところから見事なヘディングの技術です。まずはこの長谷川の、ね、キックの質ですよね。ボールスピードのある質の高いボールが入ってきましたよね。残り15分での得点失点を見ていくと、得点は6点5点と失点は山口が多くなっています。長谷川反転前を向く、右に展開して関口、中に枚数がいます。甲府関口1対1の強さがある。関口クロス上げてヘディング、宇高のヘディングシュート、3点目。甲府79分、大エース宇高今シーズン9ゴール目。関口の突破から最後はやはりピーター宇高、ヘディングでのゴールとなりました。まずは真ん中からね、これサイドに展開して比較的余裕があった中で、まあ、中も揃ってたんですけども、よくね縦にこれ勇気持って仕掛けましたよね関口が。はい、ボールを残しました。ただ奪ったのは甲府、荒木から縦に入った三平、三平のシュート、ダメ押し、4点目甲府。三平和志今日2ゴール目、アディショナルタイムに4点目が生まれました甲府。三平今シーズン6ゴール目、荒木からのスルーパス、まあ、よく見えてましたよね荒木がね。あ、ここにポジションを取っていた三平と、そこをよく見ていた荒木ですよね。はい、この辺りはさすがですよね。ダメ押しの4ゴール目が生まれました。4点目が生まれた甲府、ここで試合終了のホイッスルです。甲府と山口の一戦は4対0甲府の大勝、2試合ぶりの白星、得意のホームで勝ち点3を積み上げました。一方の山口はエスナイデル体制初戦を勝利で飾ることはできませんでした。3試合ぶりの敗戦となりました。